宗教法人日本テーラワーダ仏教協会は1994年に設立されたカミザブ仏教系の宗教法人。2003年5月宗教法人として登記されたカミザブ仏教とも呼ばれるテーラワーダ仏教の不教伝道、マハシュ系のビパッサナー瞑想指導を行っている。スリランカ出身のアルボームレスマナサーララが長老を務める。 スマナサーラ自身はスリランカ出身だが他の2名の講師はマハシ瞑想センターと関わりの深いミャンマー系の僧侶であり組織全体としてはそちらの系統の瞑想センターという趣が強い。1994年11月スリランカ出身の僧侶アルボムでスマナサーラを囲む日本人信徒を中心に日本テーラワーダ協会が設立。 2001年5月、東京都渋谷区旗ヶ谷に、ゴータミ少女旗ヶ谷テーラワーダ仏教センター設立。2003年5月宗教法人登記。2005年4月、大阪府岸和田市に、アラナ少女設立。2005年8月、アルボムレスマナサーラが、スリランカ上座仏教シャムハ総本山、アスギリア大少女にて、日本大三合主任長老に任命される。 2006年4月、アスギリア大寺館長で、世界遺産ダラダー周り側は寺院の管理責任者も、勤めるウドゥガマ、スリダンマダッシーラタナパーラブッダラッキタホー,オーラを、招聘し、国内3カ所に上座部仏教の会談を設立する。2009年5月、佐賀県鹿島市に、佐賀新商社設立。2009年5月、兵庫県三田市にマーヤーデイビー商社設立。 AB 講師紹介日本テーラワーダ仏教協会 ABCDEFG 日本テーラワーダ仏教協会国際宗教研究所宗教情報リサーチセンター2012年11月11日閲覧スピーカーティドックスシード2012ベン・アルビムーレス・マナサラティドックスシーズ2012年12月29日閲覧 坂にインターナショナルブッディストセンター。平和の集い2012.513神座仏教修道会。2012年11月26日閲覧。日本史上初のテーラワーダ仏教、会談の認定式開催について日本テーラワーダ仏教協会。 https://wave.archive.org/wave/20060810031908/http:/www.j-thravada.net/200604press/jtba20060417press.pdf2019 年1月2 29日閲覧テーラワーダオンラインゴータミー少女日記。祝、ゴータミー少女、アラナ少女オフセ式、関西会談の認定。日本テーラワーダ仏教協会。2019年1月29日閲覧。テーラワーダオンラインゴータミー少女日記。出張日記、佐賀新少女の落慶式。日本テーラワーダ仏教,教会。 2019年1月29日閲覧。マーヤーデイビー少女ブログ。新年関西月齢瞑想会。スマナサーラ長老記念法は。日本テーラワーダ仏教協会。2019年1月29日閲覧。ありがとうございます。